お疲れ様です。長倉です。今日はですね、どうやって読書をするべきかという話をしていきたいなと思います。モテる読書術というのをね、書いたりとかして、まあいろんな意味で、まあ、読書をね、しろとか、読書の仕方とかを、まあいろいろ伝えてきたわけですけども、最近ね、20代とやってるのが、読書会っていうのをやってます。この読書会でね、何をやってるかっていうと、とにかくその課題図書をね、について発表してもらう。そして、自分がそれまでにですね、最近読んだ本を発表してもらうっていうのをやってもらいます。それに、お互いでディスカッションしてもらったりっていうのをやってもらいます。これはね、何のためにやってるかっていうと、まず1個はですね、言語化のトレーニングですね。自分が、読んだものを相手にちゃんと伝えるかどうか。で、相手に伝えるっていう言語化のトレーニング。で、なかなかね、やっぱ人前で発表する機会がない人もいますんで、やっぱ発表する機会を持つことによって、まあ、鍛えられるかなと。言語化がというのがありますね。で、もう1個は、人との違いを知るっていうこともできますよね。うん。で、同じ本を読んでも意見って違うわけじゃないですか。うん。で、人と違うんだということを、まず、分かるってことも重要かなというふうに思います。そしてもう一個の重要なポイントは何かっていうと、毎月だったりとかね、毎週だったりとか、まあそれはね、その読書会の頻度によると思うんですけども、やはりその課題図書以外にですね、自分で本を探してくる。これはね、何がいいかっていうと、やっぱりね、普段からどういう本を読もうかってアンテナが張られるわけですね。そうすると、あ、こういう本もあるんだと。こういう本もあるんだと。本に興味を持つ。そうやってそういう視点でですね、本を見つけるようになる。本屋さんに行くようになる。さらに、情報を得るようになると。いう意味でですね、この3つの点で、読書会ってすごいいいなと思ってて、でこれをやっぱりなるべく若い時にやってほしいなというふうに思ってですね、だから俺は今20代のためのですね、読書会っていうのを自分がやってるね、プログラムの中で、入れてたりとかしますんで、もしですね、その20代の方で、読書会参加したいっていう人がいたら、ぜひですね、僕の発信をですね、追ってもらいたいなというふうに思います。はい、ということでですね、今日は20代のおすすめの読書法についてお話しさせていただきました。また次回お会いしましょう。